今日は島根県の獣医師のお仕事紹介、本音が聞ける座談会ということで4人の方にお越しいただきました。それでは早速ですが、普段の皆さんのお仕事の様子映像でまとめました。ご覧ください。島根県で働く獣医師はどんなお仕事をしているんでしょうか。皆さんが働いているところにお邪魔してみました。最初にやってきたのは出雲市にある家畜保健衛生所。こちらで働いているのは東さん。東さん、今何してらっしゃるんですか。細菌検査をしています。子牛の事例で細菌が関与したような症例があったので菌を培養して調べてます。そんな東さん、県外からのアイターン、お仕事、育児と頑張っています。結構仕事の内容が幅広いので面白いです。この職場は獣医が多いんですけれども、農家の方と直接接したり、農家の家畜を見ている、獣医さんとやり取りしたりする仕事なので、外に出て、いろんな方と話をしたり、農場を見たりっていうことと検査と半々な感じです。東さん、これからも家庭も仕事も頑張ってくださいね。次にやってきたのはお隣、雲南市にある島根県畜産技術センター。ここでは島根和牛の育種改良が行われています。研究員の永見さん、主にどんなことをされてるんですか。僕の今の仕事は、県内の繁殖農家から収入の候補となるような子牛を買ってくるのが僕の仕事です。で、母牛の情報だったりとか、収牛として能力が期待できるものを探してきて、農家さんと直接交渉もしますし、で、実際買ってきて、で、育てていくというのが今の僕の仕事です。自分が選んできた牛が、実際収牛の候補として何とかも使われているのもいるので、そういうのを見てると、この子たち将来どうなるんだろうなっていう、ワクワクどうなるんだろうという、若干の不安もありますけど、永見さんはなんとお母さんも獣医師なんですよね。これからも美味しい島根和牛をお願いします。次にやってきたのは県庁健康福祉部の食品衛生グループ。ここで働く倉滝さんはいろいろな部署を経験している中堅の獣医師。動物を扱うという点では一緒なんですけど、どちらかというと人間を、メインに施策を考えているところがあります。その施策の対象は幅広く、食肉検査、ペットとの関わり方といった人間の健康に関わること全般が対象となります。飼い主さんだとか、もしくは動物に対して苦情を言われる方とか、そういう方への対応ですとか、あるいは狂犬病予防とか、そういう点でもやっぱり人の健康っていうところに重きを置いてっていう点があります。動物と人の命を守る大切なお仕事、頑張ってください。こちらは県庁農畜産課畜産振興グループに所属する広江さん。県外の動物病院で勤務していた経験があり、ご結婚を機に I ターン。輸入の消費拡大の業務とか、放牧場の、補助事業の業務なんかを担当させてもらってます。保育園とか幼稚園を回って出前講座っていう、乳牛のことや牛乳のことを知ってもらうようなイベントをしたりだとか、島根県産牛乳の良さだとかを伝えています。楽しみながら牛乳を知ってもらうためにいろいろな工夫をする広江さん。農家と消費者どちらにも関わる大事な仕事ですね。4人の先生を通じて獣医師のお仕事を紹介しました。研究や臨床以外にもいろいろあるんですね。そんな島根の獣医師の魅力、語ってください。さあ、気になるあれこれ聞いていきたいと思います。島根県の獣医師として働いていて楽しいことは何でしょう。現場に出て仕事をすることが多くて、農家の方とやり取りをしながら仕事を進めていくのがとても充実感があります、
牛乳の消費拡大で割と人との関わりの方が結構多くて、みんなで解決していったりとか、そういったことが楽しいなって思います。なんといっても充実した仕事ができるのは家庭生活だったりね、あとプライベートとの両立っていうのも大事だと思うんですけれども、女性お二方はたまたま県外のご出身で縁あってこっちでご結婚なさって子育てもしてらっしゃるということですけれども、まあ、福利厚生面も含めてですね、実際のところお二方どう感じていらっしゃいますか？子供を育てる中で休まないといけないことはよくあるんですけど、職場の方にご協力いただいて安心して子育てと、まあ、仕事と両方進められるなという印象です。周りからのサポートもだいぶ得られやすい、理解があるっていうのがすごく嬉しくて、仕事もできるし子育てもしやすいっていうふうに私は感じています。学生の頃の公務員獣医師のイメージと実際違いはありますか？あ、こういう仕事もあるのかっていうところ、また新しい発見というか、今もう完全に大学で習ったこととはあんまり関係のないことをやっているので、まあ一から勉強っていう感じなんですけど、まあそれはそれでやっぱり面白いなっていうところがありますね。動物に関わるよりはやっぱり人と関わる機会が非常に多くて、やっぱそこがこれが獣医の仕事なのっていうこうギャップというか、それはそれで面白い仕事だなと、はい、思います。ギャップにもまた喜びと面白みを見出していくっていうのが気持ちですよね。どうですかね、まあ、病院と比べるとみんなでやっていくっていうところがやっぱちょっと違うかなっていうふうに思いました。で、硬いことばっかりでもなくて楽しいこともあるし、やりがいのあることもたくさんあるので、やっぱりイメージとは全然違ったなと思ってます。さあ、それではここからは直感でお答えいただきます。丸×形式でのクエスチョンになります。プライベートと仕事両立できる環境ですか、丸か×か、どうぞ。おお、揃いました。皆さん丸ということですね。ちなみに永見さん、休日とかはどんなお過ごし方なさってるんですか？結構写真が好きで、車も好きなんで、ドライブ行って写真撮って出たりとかするんですけど、はい、島根県の獣医師でよかった、丸か×か、どうぞ。よかったどうですか倉滝さん、よかったというところ。もちろん島根県出身ということで島根に愛着がありますし、非常に責任感を持って、やれる職場で非常に気に入っています。まあ、仕事ももちろんいいんですけど、人がいいっていうのがあって、まあ、島根県に来てよかったなと思って住みやすいなっていうのがあります。さあ、それでは最後になりますが、獣医師を目指す学生さんに一言。農家さん、皆さんそれぞれ一生懸命お仕事をしておられて、そういういろんな人と仕事ができる面白い職場だなと思います。やる気のある方に島根県に来ていただきたいなと思います。小動物を目指して獣医に進んだ人も、小動物だけじゃなくていろんな現場を学生のうちに見ていただいて、まあ、できれば最終的に公務員選んで島根に来ていただけるといいなと思います。はい、全国で1年間に3万頭から4万頭の犬や猫が殺処分されています。で、私たちの仕事はまあそれをできるだけ減らしていこうという仕事、つまりたくさんの命を救えるという非常に大事な仕事なので、公務員獣医師になって犬や猫を助けていただきたいなと思います。動物だけじゃなくて人とも関わりの深い職場です。で、まあ、島根県はとても住みやすいところですし、皆さん一緒にいただきましょう。島根県では学生の方に向けたインターンシップを毎年開催しております。また就職希望者に向けた就学金の貸与などの制度もあります。詳しくは島根県のホームページかお電話でお問い合わせください。笑顔あふれる島根県で待ってます。